ここわかる？乗って出てる？出てます出てます、はい、これこの看板が自撮り棒って書いてある。書いてますね。ねえ、謎謎でしょ。モンクス TV。 はい、どうもモンクスです。今日は、東京駅に謎の QR コードが看板になって置いてあるっていうので、それを調査しに来ました。夏休み企画ってことでね、デジタルを使ったちょっと面白い遊びってどっかいないかなと思って聞いてたら、会社の人がね、なんか東京駅に変な QR コードがあるで、何なんだろうあれみたいなこと言ってたんで、ちょっとそれはじゃあ実際に何なのかを今日検証というか調べていきたいと思います。はい、じゃあ早速行ってみましょう。はい、実際に、QR スキャンしていきたいと思います。お、消えた消えた。来ました。あ、今ね、この自撮り棒っていうのがカメラが2つあるみたい でそのカメラの、位置がで、カメラの撮影のこの箇所が違うみたいなんだけど、こっちのカメラ1の方をタップしてもらって、これでいいのかな、自撮り画面。あ、すごいすごい。ちょっと待って待って。あ、映ってます。映ってる。あ、すごい、待って待って、本物の自撮り棒、見て。こんな感じで、そう、なんかこの、QR コードを読み込むとカメラを選択するんだけど、選択したカメラから撮れてる映像がここにも映るようになっています。すごいね、これなんでこれ置いたんだろうね。謎ですね。モンクス TV。 なんかこの東京駅の2階なんていうの、このテラスみたいな広場、すごいいいかも。ね、なんか椅子とかいっぱいあって、充電もあって、なんかスタンディングしてパソコンできるとかあったの。ありますね。うん、こんなハイテクだと知らなかった。とか、そんな暑くないし、風が。あ、ここ涼しい。なんかここさ、ぶち抜いてすごい風が通るようになったって言ってたけど、やっぱ風の通り道なのかな。あ、OKOK。はい、第2ポイント来ました。多分この辺だと思います。2ですね、2のカメラ。あ、いた。え、映ってる。あ、すげえ、動きすぎたら私カメラ持ってる。していただきまして、お話を伺ってみたところ、医療機器メーカーさんかな、歯医者さんとかで撮るカメラを主にやってる会社さんみたいですね。
ね、それではまあそのカメラの体験をまあ知ってもらうために看板でまあやって、実際のカメラとは違うんだよね、その医療カメラとは別だけど同じ、まあ、カメラっていう機能を使って見れるっていうところから、まあ、知ってもらうっていうところでやってたとのことでした。ちょっと忍者がいるんだよね、キャラクターに。そうですね、あれがね、なんか花火忍者っていう名前ってなんか、まあ、サイトには書いてあったんだけど、何なのかなって興味を引いたし、まあ、もちろんね QR コードが一番気になって、まあ、やってしまったというところです。なんかすごくね面白い看板広告だなって思うねというわけで、まあ、今週もいかがだったでしょうか。はい、よろしければまた高評価と、チャンネル登録をよろしくお願いします。毎週金曜日に配信してます。ぜひまた来週も見てください。バイバーイ。